最近中国当局は中国の都市人口の3分の1以上が中産階級となったほか、今年上半期全国で住民の所得の伸びが消費者物価指数の伸びを上回ったと発表。これに専門家は首をかしげます。中国社会科学院は3日、2009年中国の都市人口の 37%、 2億3000万人が中産階級となったと言いますが、専門家は当局の言う中産階級の定義が曖昧だと指摘。当局の最新データによると、今年上半期、中国全土で住民の所得の伸びが消費者物価指数の伸びを上回ったそうです。これに対し中国のネットでは、収入は伸びていないのに物価だけが上がっているとの悲鳴で溢れています。当局によると、6月の消費者物価指数の伸びは 6.4%。CPI 到底真实的能反映不能反映当前的通货的感觉、通货的实质速度也是个问题。CPI 真的是六点几吗？你问问老百姓的切身体会，那老百姓会告诉你，去年的猪肉是9块钱，今年的猪肉是16块钱、14块钱。8月3日、中国の有名ブランドが食用油を 5% 値上げ。各コストが上昇する中、中国人にとって欠かせない食用油の価格の値上がりが続いています。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。